はい、鳥肌立ちませんでした。はい、私リハから見てたんですが、ずっと鳥肌立ちっぱなしでした。さあ、ということで皆さん、まずこの方をご紹介しましょう。演奏は真野良子さんでした。皆さん、それでは合唱ありがとうございました。さあ、今日は全部はお聞かせすることができないんですけども、まだまだたくさんの素晴らしい楽曲が詰まったミュージカルです。公演をぜひ楽しみにしていてください。さて、ここでですね、今日お越しの皆様に少しご協力をいただきたいことがございまして、ミュージカルメンフィスの主人公ヒューイには決め台詞っていうのがあるんですね。ご存知の方もいらっしゃると思いますが、ミュージカルの本編でもたびたびこの言葉が登場します。この言葉自体には、まあ、意味があるわけではないんですけども、掛け声のようなものだと思ってください。これからキャストの皆様に改めてご登場いただきますが、皆様にはぜひこの掛け声をいただいて呼び込みを手伝っていただきたいと思いますね。さあ皆さん、参加者です。ちょっと観客一周忘れていただいて、じゃあ一回練習しますよ。私がせーのと言いますから、ハッカドゥーってご存知の方どのぐらいしますか。頼もしいじゃないですか。じゃあいきますよ、僕はせーので、ハッカドゥですよ。今日一番の声で言ってくださいね。平均年齢が若干です。皆さん頑張ってくださいね。私も47になりましたので頑張りますよ。じゃあいきますよ、それではせーの、ハッカドゥ。はい、全然足りない。全然キャストが来られません。ハッカドゥ、いいですか。じゃあいきますよ、せーの、ハッカドゥ。はい、全ての照れを隠してください。ここで今日発散します。もう一回いきますよ、せーの、ハッカドゥ。はい、完璧です、ありがとうございます。皆さんやればできることですね、ありがとうございます。さあ、それではですね、記者会見で移りたいと思います。それではキャストの皆さんにご登場いただきましょう。皆さん準備はいいですね。いきますよ、これ本番ですよ、せーの、ハッカドゥ。さあ、それではご登場いただきましょう。ラジオ局のゴミの演奏、吉原光雄さんです。続きまして、ナイトクラブのバーテンダー、ゲーター役を演じるジェイドさんです。そして、ヒロイン、ギリシーマン、ゼルメン・ファレルを演じるジェロさんです。さあ、それではヒロインにご登場いただきましょう。周囲と恋に落ちる歌姫、フェリシア・ホレル役を演じる浜田めぐみさんです。ありがとうございます。さあ、そしてお待たせいたしました、主人公ヒューイ・カルフーンを演じる山本浩二さんです。はい、それではお聞きお願いください。はい、本当に豪華な顔ぶれが揃いました。それでは、ここで皆さんに着席いただきまして、まずは TBS テレビ、ホリプロ、東京 FM 主催3社を代表いたしまして、株式会社ホリプロ、堀吉高代表取締役社長よりご挨拶を申し上げます。それではお願いいたします。お願いします。ハッカドゥということで、本日はお忙しい中、皆さんありがとうございます。このメンフィスという作品ですけども、モチーフになった伝説の DJ がいます。デューイ・フィリップスという人ですけども、この人が多分世界で初めて、いわゆる差別がまだ多かった時代に、白人が聴いているラジオ番組で、ソウルやリズム&ブルースをかけた人です。ただ単純にいい曲をかけた初めての人だと言われています。最終的にこの人が初めて放送でエルヴィス・プレスリーのデビューシングルをかけた人なんです。この作品にもそれがモチーフになっていますから、音楽っていうものがどれほど簡単に偏見とか壁とかを乗り越えていくかということが素晴らしい曲と一緒に描かれております。この作品自体、日本でやれるということがとてもすごいことだと思っております。それは今日ここにいらっしゃる、歌の本当に魂で歌を歌う人たちがキャスティングされたからだと思います。多分皆さんがこの作品を見ていただければ、とってもファンキーで、楽しくて、それでいていろいろ考える
ことができる、そういう作品になると思います。ぜひ、ご期待してお楽しみください。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。株式会社ホリプロ堀義孝代表取締役社長より皆様にご挨拶を申し上げました。それではですね、続きまして、今日お越しの皆様のためにカンパニーを代表してジョー・ディピエトロさんよりメッセージを頂戴しておりますので、私、翻訳したものを代読させていただきます。大変先生が読ませていただきます。メンフィス日本公演に寄せて、自分の作品が海外で公演されるといつも思います。遠く離れた地で作品が人々に受け入れられる、なんて嬉しくありがたいことだろうかと。そんな私ですから、非常にアメリカらしい街を舞台にしたアメリカらしいミュージカルメンフィスがこの度日本初演されると聞いた時の喜びは皆様の想像に難くありません。本作の作曲を手掛けたデイビッド・ブライアンも私も困難や苦悩の時代に愛と音楽の力で立ち向かった人々の物語が日本のお客様ともう間もなく出会うであろうことに大変興奮しています。メンフィスはアメリカ南部を舞台にしていますが、物語は普遍的です。この物語を世界中の皆様と分かち合えることを大変嬉しく思っております。ジョー・ディピエトロ、皆さんですね、メッセージをご紹介させていただきました。ご清聴ありがとうございました。さあ、それではお待たせいたしました。キャストの皆様にまずは一言ずつお言葉を頂戴したいと思います。まずは山本さん、お願いします。はい、今日はお越しいただいてありがとうございます。本当に何ていうか、今あのちょっとメドレーで聴いていただいた、曲聴いていただいたら分かるように、すごくこう聴きやすくてポップで、そしてロックだったりロックノールだったりちょっとブルースな感じだったり、とってもこう皆さんが親しみやすい曲になっているんじゃないかなと思います。そして、まだ僕らあの1回しか稽古してないので、あの1回でこのクオリティですからね、これ稽古やって何百回とやったらどうでしょうねと今日思いました。あのぜひあの本番は皆さんあの楽しみに来ていただいて、きっと期待を裏切ることはないと、確信しています。よろしくお願いします。山本さん、ありがとうございました。続いて浜田さん、お願いします。はい、フィクシア役を演じます浜田恵です。本日のこの制作発表自体も私は楽しみにしていたんですけれども、やっぱり楽曲がすごく素敵なので、とにかく今回この舞台は楽しんで楽しんで楽しみ抜いて、役の中で埋没して、世界の中で埋没してやっていきたいなと思い、もう一つあとやっぱり作品のテーマっていうものもちょっとあの打ち出していけたらなって思います。もうとにかくあの舞台はすごくあのワクワクして、皆様は本当にあの満足して帰られることと思いますので、ぜひとも、笠川琴シアターにお越しください。ありがとうございます。浜田さん、ありがとうございます。続きましてジェロさん、お願いします。はい、皆さんこんにちは、演歌歌手ジェロです。ね、おかしいですよね、こういうものが。でも今回はミュージカル出させていただくのが、3回目なんですけども、このミュージカルメンフィス、僕の友達に、日本の公演に出させていただくことを言ったら、ものすごく、びっくりして、ものすごく歌唱力のないある人じゃないと出れませんよって言われて、それ嬉しいことなのか疑ってくんないかちょっと分かんなかったんですけども、でも実際にこの作品を見た時に本当に魂のある歌ばっかりで、この、作品に出させていただくのも本当にあのアメリカと同様で、同じような、迫力が出せたらいいなと、多分僕も含めて、皆さんは思っていらっしゃると思います。精一杯、頑張りますので、皆さんぜひ見に来てください。よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは、ジェイドさん、お願いします。皆さん、はじめまして、どうも、ジェイドです。今回はゲータ役を、演じることになりましたけども、初めての、ミュージカルで、すごい今日一日ドキドキしてます。今回のこのメンフィスの、ミュージカル、僕自身が、一度アメリカの方の、映像を見させていただいたんですけど、その中ですごい、素敵なメッセージ、それはなんか本当にこう音楽の力っていうもので、いろんな、壁、いろんな人種の壁とかそういったものも、乗り越えれるっていうストーリーと、またこう、
ソウルミュージックとかいろんな音楽がどういうふうにこう、こう生まれてきたとか、そういうちょっとした背景も見れるんじゃないかなと思って、今回初めてこのミュージカルに参加させていただきました。皆さん、ぜひ、遊びに来てほしいなと思います。よろしくお願いします。ケインさん、ありがとうございました。お願いします。吉原さん、お願いいたします。こんにちは、ボビー役の吉原光雄です。本当に歌の上手い方と一緒にこう並ばせていただいて、本当に今日は緊張して一日ちょっと胃が痛いぐらいなんですけど、でも本当に僕にとってはまだ課題である、そのただ声を出すだけではなくて、ブラックミュージックっていうなんかリズム感であったり中にある深いソウルっていうんですか、その思いとか傷とか重みとか、そういうものをこの作品を通して自分の乗り越えなくちゃいけない壁だと思って、精進して4人の方についていきたいなと思ってます。よろしくお願いします。吉原さん、ありがとうございました。皆さん、一言ずつご挨拶をいただきました。それでは、この後ですね、私の方からキャストの皆様に質問をさせていただきます。まずは山本さんに伺います。はい。今回演じられる役柄、先ほどもちょっとお話もありましたけども、はい、実際役に関してはどういうふうに感じていらっしゃいますか？そうですね、役の前に本当に1回しか稽古をしてないっていう、このクオリティの高さに驚いてそこ強調しますね強調しますね。本当に普通ないですよ、こんなもっとやっぱりあって。そうですね、お客さんの前で。でもなんか今日すごいなと思って1回しかやってないのに、1回しかやってないのに、しかも10日ぐらい前ですよ。あ、10日前に1回やって、もう今日。そうなんです。それで歌詞も見れるのかなと思ってたら見れないです。完璧なかったですね。なかったですね。だからもうまずそれに自分が驚いているという、でもそういう驚きというのがやっぱりこのメンフィスの中のブラックミュージックにあるっていう、うまくつなげたのかあれでも本当にちょっと国無二の存在というか、その黒人の中に白人が一人いて、そしてこう音の、音楽の力でこう壁を乗り越えていくという意味では、僕らにやっぱりまだまだ必要なことだと思うんですよね。時代はもうだいぶ前の話ですけども、やっぱり僕らがこう日本で、ミュージカルだったりいろんな自分たちの仕事をしている中で、もっともっと越えなきゃいけない壁っていうのが何かあるような気がしていて、そういう意味では昔の作品、昔というかそのテーマは昔の作品ですけども、今も変わらず、そして未来もずっとこの課題があり続けるんじゃないかなというものがテーマになっていると思うので、なんかこうみんなでこの壁をなんか一個グッとこう乗り越えた時に、なんか新しい人たちが来たり、新しいこう人材がいろいろ集まったりとか、なんかそういう架け橋になれるなんか作品なんじゃないかなと思うんですよね。だからそういう意味でもなんかその架け橋の一つとして、このヒューイっていう役をなんか自分なりにというか、その中でなんか感じて、具現化していきたいなと思いますね。はい、完璧につながりました。ありがとうございます政治よりも文化の方が壁を越えやすいと思いますよね。そうですね、はいはい、ありがとうございます。さあ、それでは次まして浜田さんに伺いますが、はい、ポスターが、今もあるんですけども、非常にこう引き締まった体を、披露されてますけども、今回の役に挑戦するにあたり、なんかこう、ボディも含めてなんですけども、はい、なんか準備されてることってありますか？ジム行きました。ジム、やっぱりジム行ったんですけど、うまくちょっと上手にできなくて、自分なりにやったらちょっとなんか細マッチョみたいになってきてもうちょっと筋肉質になりたかったんですけど、はい、ちょっと頑張ります。わかりました。細マッチョ理想ですけど ね。あ、そうですか、はい、好きですか？あ、僕は好きです。そうですか。他はどっちかとデカマッチョいつも目指してるんですけども。あ、そうなんですか。以上です。デカマッチョ、デカマッチョ、本物のマッチョを目指してるところですね。あ、そうなんですか。へー、すいません僕の話は本当にどうでもいいのです。すいません。はい、よろしいですか？はい、いいです。ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。体の話だけになってすいませんでした。さあ、それでは、ジェロさんに伺います。先ほどご自身でも演歌歌手のというね、ご自身でご紹介しましたけども、はい、今回のミュージカルの楽曲を聴いて、ミュージカルを歌うってことについてどういうふうに思いました？そうですね、やっぱり自分のライブとかはやっぱりもう特に演歌の場合は本当に3分の物語があって、で、次の曲が別の主人公になりきって歌うっていうのがあるんですけども、やっぱりこういうミュージカルのところで、本当に一人の人間で最初から最後まで一人の人間を演じるっていうのが、やっぱりまた別の魅力が
あると思いますので、でまあずっと、まあ、自分自身アメリカで生まれて本当にもう11年前から、日本に来たんですけども、やっぱりこういう、作品に、参加させていただけるなんて本当に嬉しいし、自分のルーツとかにもねちょっとだけ勉強にもなるような、作品にもなってますね。はい、はい、ありがとうございます。さあそれでは続きまして、ジェイドさん、先ほどご自身でもお話ありましたけど、はい、まあ、意外な気がしますけどミュージカル初出演なんですね。そうですね、はい、初めてです。その出演者を決めるきっかけとかどうですか、抱負とかは。そうですね、まあ、メンフィス の、 その先ほども言ってましたけど、その世界観が、まあ、ソウルミュージックだったりするんですけど、僕自身もすごい、ソウルミュージックだったりブラックミュージックにすごい影響を受けて、アーティスト活動を始めたんですけど、そういう意味でもなんかこうもう一度自分のルーツを見るっていう部分もありますし、なんかすごくこうストーリー的にも、本当になんかこう先ほども話に出てましたけど、その普遍的で、なんていうんですかね、こう人間っていうのはこういろんな壁があります。今回の舞台、ミュージカルだとそれは人種の壁だったりそういったものを音楽を通して超えるものなんですけど、本当になんか日々の中でそういう壁を乗り越えるっていう意味で、挑戦していくっていう意味でなんかすごい素敵なストーリーだなと思って、はい、僕自身も今回、このミュージカルは自分にとっての、一つのチャレンジだと思っております。はい、ありがとうございます。皆さんから熱いなんかこう魂が伝わっていますね、はい、あれ伝わってますよね。はい、ここ拍手かなと思ったんですけど、ね、ありがとうございます。さあそして吉原さんに伺います。吉原さん、昨日はレミゼラブルの制作発表を本当に連日ありがとうございます、レミゼの方は TV さん関係ないんですけども、まあ、いわゆるジャンバルジャン、そして、まあ、ジャベルのイメージが浸透している吉原さんなんですけども、今回、まあ、かなり違う役どころだと思うんですが、一体この役についてはどういうお考えですか。そうですね、役についてはやっぱ小路さんが言うようにまだ結構してないので、そんなに深くまだ掘り下げたりっていうことはしてないんですが、間違いだったかな。でもその本当そうですね、世界観が違うところに今日は、うん、昨日から今日にかけて来てるので馴染まないでと。でもやっぱり馴染まないって言っちゃう。すいません、まだ自分が馴染んでないっていうのと、なんかこの僕実はあれなんですよ、結構黒人の役っていうのをやってるんですよ。あ、これまで、はい、サイドショーっていう作品のジェイクって役であったりとか、実は前やったのシスターアクトのマフィアのボスっていうのも、ブロードウェイバージョンだと黒人の役だったりとかして、結構出会いが多いんですけど、でもやっぱりその日本人が黒人をやるってことの難しさというか、それが絶対無理だっていうことの壁とかをいつもこうカンパニーで話したりとか壁にぶち当たるんですけど、で今お話をやっぱ聞いてると、こう僕ら見た時にそういうことではなくて、このコミュニティっていう多分ちっちゃいコミュニティとか人って多分そういうところに限られていて、そこから出ることってなかなかできなかったりとか、そこからまた新しい世界、新しい人へとか、誰かに会って傷つくとかそういうことって怖かったりするけど、そこから出るってことの素晴らしさと、でもヒューイみたいにそこに僕の全てがある、どっかに出てもまあメンフィスは忘れないっていうのとかっていうのをメッセージを見てると、日本に置き換えると結構なんか響く作品なんじゃないのかなと思ってしまいます。はい、ありがとうございます。やっぱり魂こもってますよね。皆さん優秀、ありがとうございます。